今回は技術戦で実際に活用した6番目のジャッジをご紹介したいなというふうに思います。皆様ご存知かもしれませんが、僕自身はですね、非常に性格が悪いので、普通のジャッジですね、誤審算採用のこのジャッジだけじゃ満足しきらないという部分があったりするんですよね。なので今回はカーブというスキーのデータを取得できるアイテムを利用し、ジャッジの F として活用してみました。ということで今回のこの動画の目次をお伝えさせていただきます。カーブとは何か、ざっくり説明させていただき、技術戦ジャッジの得点とカーブの得点を比較させていただきます。実際カーブのデータって信用できるのかっていうところをお伝えさせていただいて、最後にまとめさせていただきます。ジャッジの観点などが全くわからないとか、リアルな数値を確実に欲しいという方はカーブはおすすめとなっております。そもそもさっきから言っているカーブってなんやねんっていう話なんですが、スキーのデータを可視化できるアイテムです。インソールのようなものをブーツの中に入れて計測します。めちゃくちゃシンプルにお伝えすると、測定装置です。カーブについては鬼のようにざっくり説明しますが、中にスキー IQ という概念がありまして、計測したデータをもとに算出されるものがスキー IQ と呼ばれるものです。このスキー IQ と呼ばれるものが150を超えてくるとかなり上級者の証となります。ちなみにスキー IQ はスキーヤーの点数と認識していただいて OK です。取得できるデータとしましては、外足荷重や回線、角付け、バランスなど、整地であればかなり正確に取得することができます。右の図のようなイメージですが、こういった形で1本滑るだけで様々なデータを取得することができます。こちらは先日神奈川県千葉県合同開催の技術戦に出た時の滑りですが、ポイント的に238ポイントでした。ちなみにカーブではこのような数値が出ております。ぶっちゃけぶっ飛んでうまく計測できていない部分もあるんですが、こういった感じで明確な数値が算出されます。というところで、平均値としてスキー IQ は149といったデータが出ております。正直な話、149って相当いい滑りをしないと出てこない数値なので、これに関してはジャッジの方が楽しいかなというふうに正直に思いました。ちなみにですが、この時のデータをさらに深掘って見てみると、ちょっと後半で引っ張りすぎやでとか、なおかつ後半にエッチング集中しすぎやでとか、こういったアドバイスをいただくことができます。あとですね、ちゃんとパラレルになってるね、さすがプロスキーヤーって言ったような意見だったりとか、可動付けはスムーズにできてますぜって言ったようなデータが出てきたりしています。ぶっちゃけ僕はカーブをそこまで使いこなせてる方ではないので、今お伝えさせていただいた例が間違ってる可能性はあります。なのでその点はご了承いただければなというふうに思います。ちなみにこんな感じのデータが1日中計測できます。ランキング制度があって、世界中のスキーヤーとスキー IQ で競うことができます。ちなみにカーブは基本的に全て英語です。学生時代英語5点でしたみたいな人には全くおすすめできないアイテムとなっておりますので、こういったところはご了承いただければなというふうに思います。ちなみにですが、2種目目の大回りのデータですが、スキー IQ は131でした。1ターンずつのデータを見ていくとこのような形です。1ターン目から146、138、144といったような組み立てとなっております。平均値で算出すると131よりも大きくなるんですが、最後中途半端に止まってしまったので、こういったところはスキー IQ に影響してしまったかなというふうに思います。ちなみにこういった演技終了とかは自動検知で勝手に計測してくれるので、その点はご安心いただければなというふうに思うんですが、マックススピードとして70キロぐらいでした。ちなみにスキー IQ が159で、めちゃくちゃスキーが上手い海外の方の例をお伝えさせていただくと、マックススピード 61.3 キロで僕のこの滑りより遅いんですよね。実際技術戦でそれをやってしまうとどうなるかといえば、下手すればこの方は技術戦なら僕より点数が出ない可能性もあります。やはり安定してかつスピードが欲しいですからね。ぶっちゃけカーブは信用できるのかというところをお伝えさせていただければなというふうに思います。まあ、僕自身はですね、カーブを使っていて正直に思うんですが、海外でネームバリューがそれなりにある方がランキング上位にいるので、基本的には信用できるデータが取得できるんじゃないかなというふうに思います。ということで、基本的にカーブはいろんなトレーニングモードがあるんですが、こういったものを活用していただくことで上手くなっていくことができるんじゃないかなというふうに思います。ただし技術戦の点数に直結するかと言われると、ケースバイケースだと思います。カーブの滑りと
滑りの見た目を意識して、なおかつ速さをもっとプラスしていけば技術点や検定でも使える指標にはなってくるんじゃないかなというふうに思います。この辺は皆様の趣味思考に合わせていただければいいかなと思います。いや、基礎スキー界の理論がおかしいっていう人も中にはいらっしゃると思うんですが、ぶっちゃけカーブのデータをめちゃくちゃ信用してそれを情報発信して周りに認知してもらうしかないかなと僕は思います。僕自身の考察をまとめさせていただきますが、技術線の点数とカーブの点数の関連性ですが、カーブ×見た目過去シルエット×スピードというものが組み合わせてくれば技術線の点数に近づいてくるんじゃないかなというふうに思いました。ということで今回は最後までご視聴いただきありがとうございました。技術線でこういったものをね活用してセカンドオピニオン的に活用してみましたが、僕自身すごく勉強になりました。概要欄にリンクを貼っておきますので、もし興味ある方は覗いてみてください。全部英語なので英語5点の方は全く理解できないと思いますが、 Google の翻訳機能とか DeepL とか使って活用してみてください。ありがとうございました。